魔界や姉妹は、ヒガによって制作された RPGs、クール XP 製のロールプレイングゲーム。サブタイトルは、VS 最悪の魔女。コンテストパークウェブ2006オータムにおいて、金賞を受賞した作品である。魔界やつまり、人間に害を及ぼす魔物を退治するものである二人姉妹が、突如として現れた魔物の群れと戦うといった、シナリオのゲームである。 主人公の二人、無気力な姉のエンバとそれを叱り飛ばす、妹のスナマとの掛け合いや、ク癖者揃いの魔物たちが織りなすストーリーが好評を呼んだ。また、バトルに自由度、戦略性が高いのも特徴である。主人公の一人、エンバの使う技がコロコロ変わるという気まぐれさゆえ、通常の雑魚戦でもそれを踏まえて戦わねばならず、結果として、戦闘の難易度は、 平均的な RPG に比べ高い方である。さらに、ボスを低レベルで倒すことにより得られるボーナスが存在するため、これを得ようとすると、必然的にバトルは頭を絞ることになる。現代日本、六道町という町に突如として大量の魔物が現れた。直ちに国立機関である。 魔界や教会が出動したものの、慢性的な戦力不足に悩む教会の力だけでは、どうにもできない。そこで、教会はフリーランスで活躍する魔界やテントエンバにも出動を依頼した。ゲームは全部で5つのシナリオで構成され、すべてをクリアすることで、エンディングとなる。基本的に RPG だが、 移動画面が非常に簡略化されており、イベントの起きる位置などが初めから示されているため、シナリオ展開とバトルに集中できるようになっている。イベントの起こる地点に到達すると、アイテムの入手やバトル発生などが起こる。その時に、どの式紙を召喚していたかによって、イベントの内容が変化することがある。ゲームクリア後にも、2週目以降、を、アイテム、 所持金を持ち越した状態で始めることができる。レベルは元に戻る。バトルは ATB 風の横視点のものである。特筆すべき点として、エンバの技が常に一定の法則で変化することが挙げられる。このゲームでは、パーティーキャラクター全員がフを装備することができ、装備する次第で使える技が変化する。キャラごとに大きく特徴、ステータスの異なる、 このゲームでは、そのため、事前に装備を吟味する必要がある。通常戦はランダムエンカウントである。これからは、確実に逃走が可能。ボス戦は、マップ最深部で発生し、逃走はできない。ボスの HP が残り20%以下になると、ボスのアップ表示とともに、ボスのステータスが上昇する。なお、各シナリオ開始時やセーブ画面において、 そのシナリオの最後に現れるボスのレベルと HP が表示される。これは攻略時の目安になるほか、テンと姉妹のレベルが共に、ボスのレベル以下のままボスを倒せば、ボーナスアイテムを得ることができる。コンテストパークでは、テンポのいいシナリオでプレイヤーを、ぐいぐいと引き込む魅力を持った作品であり、戦闘バランスの妙は、投稿作品中随一と評されている。 無駄を徹底的に省いたシステムのおかげで、プレイヤーは煩雑な操作に煩わされることなく、話を先に進めることだけに集中できると評価されたが、純粋にパズルとして見た場合、やっぱり足りない部分があるし、一方で RPG としては少々あっさりめとも評されている。ベクターの新着ソフトレビューでは、しっかりとした演出のイベントシーンと、 個性的な戦闘システムについて評価され、マップパートはシンプルで、ストーリーや戦闘を邪魔しないとされている。また、戦略や戦術を楽しむゲームだけに、戦闘の難易度はなかなか高いとされ、一戦一戦考えながら戦える点が楽しいとも評されている。窓の森のコーナー、週末、ゲームでは歯応えのある戦闘システムが一番の見どころだが、 キャラクターも大きな魅力と評価されており、それでいて半日あればクリアできてしまうほどコンパクトにまとまっているのが見事と評されている。次世代フリーゲームの殿堂ではクリア時間は短めだがコミカルなストーリーや会話、凝った戦闘システムを楽しめる上級者向けの作りとされており、マップ画面で姉妹の向いている方向が変わるなど演出が細かいとも評されている。 ベストフリーゲーム300アルファイン DVD ではゲームのテンポを崩しがちな情報収集、フィールドの移動を極力排除し、物語と練り込まれた戦闘システムを最大限に楽しめるよう作られていると評され、やり込み要素も詰まった作品と評価されている。ありがとうございます。